回4回目来てくれました大前元気選手です。お願いします。よろしくお願いします。さあ今回はですね、大前元気選手の PK を調査したいと思います。昨シーズンはもう見事、皆さんご存知、24得点を決めまして得点王に輝きました。そしてそのうち8得点が PK によるもの。しかもですよ、すごいのがこれ成功率 100% です。一回外してるんですけどね。いやまあそうなんですよね。まあでもほらね、ピーって笛になったんで。そうですね。ラッキーでした。さすが覚えてます。そうそうなんですよ。そしてですね、やっぱり大前選手 PK、 これはやっぱ自信ありますか。そうですね。去年は自信持って蹴れたと思います。うん、あのもうみんな見てて思うと思うんですけど、緊張しないんですか、あの瞬間。いや、いい緊張感はありますけど、そんなになんか嫌な感じはしないですけど、まあプラスに変えられる緊張感だと。そうですね、はい。